私は栗林閣下が足立大佐に退却の命令をして黙れ！退却など卑怯者のすることだ。それ！いいか、我らは陛下の栄えある皇軍である。そのことを忘れてはならん。残された道はただ一つ、潔い神様である。これが定めと、靖国に御霊となって帰ること。天皇陛下万歳！